気分が落ち込んでから大好きだったファッションやメイク、その他の趣味も興味が持てませんと。読書が大好きだったのに、文章を読むのがとてもしんどくて読めませんと。家族には散歩や運動、打ち込める趣味を探すように言われ、頑張るように言われます。ですが、そんな元気、どこにもありません。今は写真や絵が多い雑誌や単純なストーリーのテレビを見ることが精一杯ですと。まあもちろんその通りですね。だから調子が悪いっていうのはそういうことなので、大体うつで調子が悪い人っていうのは寝てばかりいますね。で、なんかこう家族は焦るんですよね。だから寝かせていいのかなとか何も元気ないのでいいのかなと思って焦って、ついついなんか運動した方がいいんじゃない、散歩したらいいんじゃない、じゃあ一緒に温泉でも行こうかとかね、言うんですけど、そうすると帰って疲れちゃうんだよね。だからやっぱ寝るのが一番なので、まあおとなしくするというか、元気がない時は元気がないなりにゆっくり過ごすのは重要なので、それでいいと思いますね。で、ゆっくりしていればそのうちですね、元気が出てきて散歩とか自由にできるようになってきますから、で散歩ができるようになってきたら料理とかね、読書ができるようになると思いますね。その後にまあ掃除とかできるようになってきますから、焦らなくて大丈夫ですから、ゆっくり休んでください。調子が悪い時は休む時間をちゃんと作るってことはとても重要です。はい。